はい、こんばんは。こんばんは。ガレージ源さん、ウィズアッキー、始まります、はい。よろしくお願いします。お願いします。あれ、アッキーさん、なんか女性らしくなったんじゃないですか。そうですね。急になんか、どうしたんですか、イメチェンして。そうなんですよ。ちょっとね、たまにはいいかなと思って。変身しました。女性になっちゃったね。そうなんですよ。どうしちゃったのよ。いや、たまにはね。たまにはね。うん、はい。ということで、今日はちょっとアッキーさんが、はい、いな、ちょっとどうしても来れなかったので、はい、同じアッキーさんですね。そうですね。はい。はい、今日はゲストにお呼びをしております。ハートメイクスペース代表のアキアテルミさんです。はい。よろしくお願いします。ねえ、ねえ、うん、こういう風に座ってこうお話できるとは思いませんでしたね。そうですね、まさかね、うん、はい、まあ、実は秋谷さんとは、はい、ここの焼津テレビさんで知り合って、うん、そうですね、はい、こんな仲良くなってしまったっていう本当この出会いの場っていうか、うんうん、この焼津テレビさんにとってももう、 もう感謝をいたしております。はい、はい、でもどんな関係なの、どういうことですか。私たちどんな関係なんですか。私たちどういう関係、うん、今はあるミッションに向けて行動は共にしてるよね、うん、もちろん、もうものすごい、ね、ものすごいミッションですね。そうだよね、うん、すごい、そう、いや、みんな気になるじゃないですか。ちょっとちらっと触りをちょっと、はい、そう、まあ、実は私が今後個人事業主としてやっていくっていうことを決めた時に、今のお家がねちょっとね、うん、あの母が住んでた家だったんですけど、うんうん、そこはちょっとあのもうねちょっとそろそろ寿命だよねと思ってて、うん、まあちょっと母がねあることで亡くなってしまったので、うん、それを機にあのやろうってことで、うん、たまたまだよね、本当たまたまですね、ここの、ね、僕たちが焼津テレビさんでお話をしてる時に、一応住宅屋さんなのですね。そうだね。じゃあ話を聞いてみようかなっていう話かな。でまさかお願いするとこまで言ってなくて、うん、話してみてダメだったらまあしょうがないかと思ってたけど、なぜかね、まさかねここまで来てしまいましたね。本当ね、しかもかなりわがまま言ってるよね。まあまあでもほら、わがままっていうか、うん、そうに言ってくれた方が後でねやっぱりこう喜ばれるから、まあ、そうですけど、かなりやる方は大変じゃないのかなと、うん、まあでもそれがね、ね、それが僕たちのお仕事なんですけど、うんうんうん、それを例えばあんまり何も言わないままに、うん、言えないままに、うん、こう立ててしまったらね、うん、もう絶対後でやっぱ後悔するじゃないですか。そうです、どうなのかな、うんうん、もう私は最初がガツガツいっちゃったそう、おかげさまでね、なんか、うん、あのチームハートメイクスペースっていうものも作っていただき、作って盛り上がってますよね。なんかわかんないんだけど、打ち合わせが、うん、ほら、うん、ゲイさんたちはほら毎日のことだと思うので、うん、私とかはほら他のゲーム、うん、ね、打ち合わせの場にいることがないのでわかんないんだけど、うん、いつもこんな楽しくやってるのかなとか私の時だけこんななのかなとか。いや、もう本当にいつも、まあ、それぞれね、こう、うん、いろんな方がいらっしゃいますけど、まあ、うん、皆さんやっぱ楽しいですよ、すごくね。うんうん、で、ほら、アッキーさんの場合は、はい、あの、それこそね、いつもいるアッキーさんともね、うん、やっぱ仲いいから、一番こう、藤枝のモデルハウスでよく打ち合わせするじゃないですか。そうですね、うんうん。ものすごいよね、なんかね、なんか盛り上がって。そう、一回さ、あの、うん、下にほら、違うお客さんがいて、私たち2回だったじゃないですか。うんうん、でその時になんか上はすごい大爆笑してて下静かでなんかうんってなんでそうなってで、ね、逃げ毎回にぎやかで、まあ、はい、そうやってねこう、うん、僕らも喜んでもらえるし僕らも楽しいから、うん、実際どうなんですか、うん、私ほら、あの、うん、ご縁いただいてからね、うん、私の方は、うん、そう、あのまあね、まあ、いろんな準備をしなきゃいけないから、うん、いろいろねこう、うん、打ち合わせもしていて、うん、多くのほらメンバーと関わるようになって、うん、一回も衝突なく来てるじゃないですか、うん、まあ、意見結構割れてても、うん、最後でもほらまとまっちゃうチームだから、まあ、ゲンさんがそういうことに、うん、私とこうご縁をつないだことによってこう、うん、
ケンさんがどういう風に感じてるのかなと思ってて、ぶっちゃけ。そう、まあね、仕事にしろ、その、うん、ね、その、うん、今今日に至るまでちょっと悲しいお知らせも2回ほどあったので、うん、その時もちょっとね、私が、うん、たまたまそこに本当に居合わせたっていうのもなんかの、あの役割なのかなと思ってて、うん、そうですよね、うん、ああいう場面にその私がいるっていうのがなかなかその他のお客さんでは、うん、まあそうですね、うん、っていうこともあるから、なかなか、そう、芸さんだからなんかこう感じられてるとこがあるのかなと思って、私はそこ聞きたいなとずっと思ってて、そうだね、もう2回ほど本当そういうのが重なりましたね、うん、そうですね、うん、でこの前もね、仲間の、うん、まあ、若い設計士、女性の設計士がね、うんうん、ちょっと、うん、まあ、急遽っていうか、ね、お亡くなりになった時にちょうど打ち合わせをしてる時ですね、そう、まさに、うん、もうこれからそういうワクワクの時間の話になるのかなと思ってたところへの一報だったから、うんうん、まあ、その時に、まあ、実際どういう感じの人だったのっていうところから入っていったのが、うん、もうそもそもの、うん、経由で、もう本当だったら打ち合わせどこの、うん、ね、心理状態じゃないし、うん、動揺もすごかったし、うん、でもなんかあそこの時間があったから私はなんか逆に良かったのかなと思ってて、うんうん、そうですね、まあ、まあ実際には本当打ち合わせにならなかったからね、うんうん、ならなかったらからごめんなさいじゃなくて、うん、ならなかったにはやっぱり理由があったから、うん、そこに私がそこにいたっていうのもすごい大きな意味を持ってたかなと思ってて、うんうん、そう、あの時にね、それでまあほら、あのうちのね、子たちも女の子たちもちょうどいてね、うん、やっぱり動揺が大きいじゃないですか、うん、そうそうそう、でもその時にね、あの秋谷さんがいろいろお話を聞いてくれて、うん、で落ち着いて、まあ帰れたっていうかね、あのままだったら本当、うん、そうだね、ね、動揺して帰れなかったんじゃないかなと思うぐらいに、うんうん、まあ、それも偶然こうですよね、そうですね、うん、でそういうこともあって今日もね、うん、ちょっとあの、うん、打ち合わせっていうか、うん、もう解体の日もね、あ、そうですね、そうそう決まったので、うん、ちょっと私がわがまま言って、うん、お母さんの墓場に行ってって言ってあの源さんとね、うん、あの設計士の方と、ね、うん、あの3人でちょっとご縁のある人のところ引っ張りました、ね、行ったんだよね今日ね、だからそういうことも含めて、だから私と関わってることで、うん、源さんがどういうふうに思ってるのかっていうのは本当に、いやー感じてて、今日はすごかったよ今日はなかなか、ね、普段あのこういう仕事に固いイメージがある仕事だろうから、その本来の多分ゲンさんの姿を多分、うん、見てる方はすごいないと思うんですけど、私は今日もう少年のようなゲンさんをもう設計士の方とも、うキラキラしちゃってて、もうなんか少年よどこに行くみたいな感じでいたから、島田のスペックの高さを思い知らされた感じしますよねというか、そう、たまたまそのね、今、うん、今日 お二人ご紹介させて、うん、3人か、うん、3人ご紹介させていただいたんですけど、うん、その方ともね、私がたまたま本当にあることでご縁があって、うん、あのつながっていただいてるので、うん、で今回 そのやりたいこともその、うん、賛成してくれてる仲間なので、うんうん、もうここはご縁つないでおいた方が早いなと思ってご紹介してもらったんですけど、うん、いやいや本当に少年のようでもうリアリティにこうあの動画撮ってでもよかったかなと思うぐらいのあれだったんですね。ねえ、まあ、今日の、ね、スケジュールとしては、まあ、解体のね、もう全部秋葉さんが自宅を片付けてくれたっていうから、偉いよね、偉い偉いなと思いつつ本当と思ったのよ、うんうん、まあ多分片付いてないんだろうなと思って、うん、頑張んなきゃなと思って行ったら、もう綺麗にまず片付いてるじゃないですか、うん、それにまず驚き、うんうん、じゃあご飯食べ行こうかと、うん、いうので連れて行かれたのが、うん、車好きだから多分いいとこだと思うよみたいなね、そう、ケンさんがすごい車好きっていうのを聞いたから、うん、そう、車屋さんとカフェが併設されてるお店を私はご縁があって知ってたので、ね、あえてそういうところに、ね、
こうチョイスしてあのその方とはあの、うん、何時に行きますね、うんうんうん、何人ぐらいで行きますねくらいの情報しか流さず、うん、こっちには全くゼロ情報でたまげたね。たまげたは多分好きだと思うよって言ってだから、ね、やっぱ女性だから、まあ、そういうなんか カフェってこうね、うん、こう可愛らしいとこ行くのかななんてね勝手に思ってたらまさかのねそうすごい車が止まってたりとかミニカーいっぱいかかってあったりとか、うん、まあね、まあ、男性は当然もうワクワクするような空間なんだけど、けど女性客が多かったね。そう、うん、まあ美味しいし、そうだね、うん、リーズナブルだしね、うん、ずっとあのお店のオーナーさんとずっと話してたしね、ゲイさんいつ帰ってくるんだろうねとか二人で言ってて多分ね、あのアキラさんとか知らないと思うけど、あの車、うん、すごい高い車ね、全然知らない、全然知らないでしょ、うん、あのコブラっていうね、うん、あの車なんですけどもうエンジンかけた瞬間もうトイレ行ってたのにすぐ出てきたもんね、地響きみたいなのがね、トイレ入ってたらもうバオンバオンみたいな感じね、うん、もうドキドキして、そうそこへ連れて行かれるのね、カレーの2軒目はね、うん、お花屋さんで、私がその、うん、あるスペースのためにそのお花屋さんに協力したいっていう人がちょっとお悩みがあってね、ね、そうですね、 それをちょっと何度か解決してあげたいと思って、と力になれないかなと思ったら、ちょうど設計士さんとあの波長があってね、そうそうそう、盛り上がっちゃってね、お花どころじゃなかったんだよね。ちょうどね、アンティークってね、ちょっとこう、まあちょっと古い感じの好きなお花屋さんのね、奥様でね、すごい素敵な方でね、お花、まあね、お花買いったのにもうこっちの話だよね。そうそうそう、もう秋葉さんほっといて、もう、そうそう、もう私もう完全に会話の外でね、素敵なお花屋さんでしたね、島田に、ね、そうそうそう、だから私はそういう空間作りをお家でできたらなと思って、うん、今ああいうリアリティな楽しさだったりとかっていうのをちょっと表現したいからと思ってね、お願いしてるわけなんですけど、だからね、もうごめんなさい、イメージがねもう一気に、はい、だってね、すごくおとなしい感じだから、はい、こう、まあ、おとなしい、なんかおとなしくないって言っちゃおかしいけど、はい、こうね、全然違うタイプのね、はい、人たちがお仲間にいて、そうですね、うん、時にはマジシャンの人登場してきたりね、はい、もうびっくりですよ、そうですね、はい、いろいろ教えていただきますけども、はい、だから、うん、まあ、楽しいことだけじゃなくて、その悲しみに寄り添えるっていうところもなんか良かったかなって私的にはね、ちょっと思ってて、ね、やっぱりお客様の前で悲しさを顔をされてる、多分波長がなんか、うん、今日といつもとちょっとゲイさん違うなって違和感感じる人もいるから、うん、それをなるべくこうその振り幅をちょっと減らすためにも、うん、なんか私がいるのかなとか思ってて、うん、まあでもそれがハートメイクスペースそうですねなんでしょうね、うんうん、なのでそこが今、うん、ようやくねもう形に、ね、なるしてるので、そこでね、みんなが、まあ、ちょっと言っていいのかな、うん、こうちょっと集える場っていうか ね、みんなが集まれる場所を、うん、秋谷さんが自らねこう作っていただいて、うん、そうです ねもうほぼ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 もう形になりつつ、ね、着工しますけど、うんうん、でもさ、あれじゃないの、秋田さん実際に形って CG とかで見たことはあると思うんだけど、うんうん、なんかこうもっと立体に見たいと思わない？そう思うんだよね、でしょ、うん、と思ってね、そうなの、サプライズプレゼント、嬉しい、そう、私もなんだと思う、抱えてきましたよ、嬉しい、ちょっと待ってくださいね、なんでそんなことするかな、チラ見せですから、チラ見せです皆さんチラ見せです、ほら、ちょっと待ってくださいねチラッとですよ、はい、ほらこう、そのハートメイクスペースが形になってます、あ、すごい、ね、こうちょっとあんまり全貌は明かせないですけども、そうですね、はい、まだちょっと秘密のベールにプレゼントで持ってきましたので、嬉しい、はい、今日はこれを見ながら今日の楽しかった島田ツアーを、島田ツアー2つしか言ってませんけどね2つでもうタイムオーバーだったまあすごいですよね、そうですね、だから、うん、模型いいでしょ、模型これ喜ぶんですよ、嬉
ですし、でこれにこうなんか光を当ててみたりとか、うん、こうやってこう 窓、うん、窓のね、うん、中に光を入れて窓からこういうふうに光が漏れるんだとか、うん、あまりお見せできないですよねそういうのにもこう実はこうパカッと取れてこう中が見れたりとか見せませんよ中が見えたりとかね、うん、そうほらこんだけあそこがあるんですよ。あ、なるほど、なるほど、ね、なるほどね、はいはいはい、個人情報ですんでまたあの個人情報完成したらみんなこう、はい、お披露目を、ね、そうですね、させてもらいますので、うん、サプライズでご用意させていただきました。嬉しい、はい、まあこれもね一重に焼津テレビさんのそうですね、はいはい、おかげで、うん、はい、でほらまたあのすごいことがいろいろ起きるじゃん今日もさ、はい、あの解体現場に行ったらさ、うん、あやばいちょっと電話しなきゃなと思ってた業者さん ね、うんうん、ちょっとたまたま裏にいたんだよね。たまたまその業者さんがたまたまね電話しなきゃと思ってた業者さんがいたりとか、うん、不思議なことがいっぱい起きるよね。いや不思議じゃないんだけどね私に、うん、なんでこういうことが起きるの私はもうそれを受け取ってるからだと思うんだけど受け取ってるもうそういうことが起きても自然みたいな感じなので、うん、そこに最初すごい、うん、なんでこんなことが起きるのってすごい、うん、私もびっくりしてたけど、うん、そういうことが始まると、うん、もうそういう連鎖が始まるので、うん、それをただただ受け取ってありがとうっていうので、うん、まさにねそんな感じじゃんね。そうそう、お昼食べたとこもそうだったでしょ。お昼食べたところはまあまあもうね今日オーナーさん の、 あの、うん、計らいで、うん、ね、ごちそうになっちゃってたからごちそうになってしまってもうねそう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 、もう逆に僕らがねあのごちそうしようと思ってたら逆サプライズを受けましてもう大変ですよ。もうもうそれはね、うん、もうあることをしてくれたから秋屋さんがって言ってくれて、うん、その気持ちでいいよって言ってくれてたから、そういうことが本当になんか、うん、最初は私もびっくりしてましたけど、どんどんそういうことがこう、うん、起こり始めてきてるので、うん、本当に感謝でありがとうっていう、うん、気持ちでいます。まあ、せっかくなんでなんかお仕事の話っていうかね、うん、ちょっとこれからこうなんていうの、ここハートメイクスペースが出来上がるにあたって、うん、まあ、どういうふうにしていこうかなとかね。ハートメイクスペースができていく上で一番大切にしてるのはそのリアリティの声っていうのをね、うん、やっぱり、はい、あの大事にしてて、今回そのケイさんが体験したような、うん、本当に突然いつ誰が亡くなるかって分かんないじゃん、私たちも分かんないけど、まあ、その時の悲しみとか苦しみって、あの時さすごい感じてくれたと思うんだけど、あそこのああいう空間がそのままハートメイクスペースなんだよね。だから誰もそのことを否定しないし、でみんながそう悲しみの時間を共有できてたけど、うん、私がそこで何を話してたかちょっと私も記憶にはあんまりないんだけど、うん、でその亡き声を届けるっていうね、うん、その変な能力が突然始まってしまったのねそれをお伝えして今はないよ、うん、けどなんかそういうことがあったりとかしたから、うん、もう本当に私がやっていくことってその不妊治療をやってその子どもさんとのご縁がなかった人を助けたいっていうのは根本的にあるので、やっぱり何かをなくしたりっていうのはグリーフケアっていう、ね、言い方もあるんだけど、何ケア、グリーフケア、グリーフケア、そう、何、死産したりとか流産したりとか亡くなられた人たちの気持ちをサポートするっていう仕事なので、そういうところに特化しながらも、まあ、日頃小さい悩みやら不満やら皆様あると思うので、ね、うん、そういうところもなんか共有できたらいいなと思って今すごい言ってるよね、うん、であるところにあるものを置いてこれは何って言ってね、そう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 、そういうのもね、うん、例えば照明の位置とか、ね、ね、照明何にしようかとか、うん、置くものどうしようかとか、どうやって入っていこうかとか ね、 そうだね、今入り口のところもちょっと考えて、うん、考え、まだね、あの言えることばっかり考えてて、そうそうそう、ちょっとその辺をね、うん、考えなきゃいけないんですけど、うんうんうん、あ、そういうことも含めてうちは普通のお家とはちょっとニュアンスが違うから、うんうんうん、一つのテーマパークでお願いしますっていうことを、うんうん、そうお願いして言ってるんで、そう、でもさ、あのそっちのね、みんながいるスペースとか、うん、ハートメイクスペースとか、まあ、いろんなところがあるんだけど、うん、そこに集中しすぎて自分のそう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 居場所っていうか居住空間何にも考えてないんだよね。そう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 、うん、もう自分の
そうだからそれもすごい今回初めてで、自分のためにって走ろうと思えば、きっと走れると思うんですよ。なんかこう私利私欲がすごく入るようなお部屋を考えると思うんですけど、自分のこと二の次三の次じゃないですか。ねえ、それがびっくりして、僕らもう、いやいや、秋田さんちょっと自分の部屋をもっと考えないよみたいな。そうそうそう、いやもうどうでもいいよみたいなね。そうそう、任せるよとか言ってもうそこより下の方がもう大事だからっつって言って、うん、もうそこの下への気持ちの熱さのエネルギーがものすごいから、すごいよね、うん、それはやっぱり私がクライアント側で経験してきたから分かることもすごくあるし、だからそう、こうやってご縁がある中で自分がどういうふうにこう感じてるとか捉え方もそうだけど、見えるもの見えないものも含めてその学びとしてこう触れてきた時に、ものすごく自分としてはこう成長っていうかな、そのステージが一個ずつこう変わっていくのと一緒で、本当におかげさまで本当にこう前うまくいい方に、いい方に進んでるので、ねえ、うん、そこに巻き込まれてる、巻き込まれてる巻き込まれてるけど、まあ正直いいことがいっぱい、そう起こって、うん、その出会いもものすごく急こう加速度的に、はい、いい出会いがあるんですよ。本当ですか。まあ僕もこういう住宅のね、お仕事をしていながら、うん、こうまあまあ、ご契約っていうんですか、家をお任せいただく件数ももう急激にまた増えてきて、もう今大変なことになってますけど、言ってましたもん ね、スケジュール組むの大変って言ったらね、もう私リモートでいいですよとか言ってね、いやいやいや、そこはそこはそこは皆さんやっぱりお任せいただいた、ね、責任はありますし、でまたこのね、やじテレビさんを見てくれてるお世さんたちもいるしね、もうすごいですよ、加速度が。そうなんですね、うん、ありがたいことです。なんかそれを、うん、それがね、その私がきっかけだったのかどうかちょっと見に置いといても、その何かのきっかけで変わるタイミングっていうのもやっぱりあるので、そこをなんかゲイさんが感じてくれてたら私すごく嬉しいんですよ。いやもうね、めちゃめちゃ感じてますよ、このコロナ禍なのに、うん、そう、もう本当に、はい、ありがとうございます。もういやいや特に何もしてませんけどね、うん、もう本当に即行動してしまうタイプ本当だよね今日のあの解体の綺麗さにはびっくりしました。解体前のね、もう何回も言うけど、はい、普通はあの皆さんちょっと家の話をしますけどね、はい、あの解体をする前ってみんなさあじゃあ片付けようって言いながら、うんうん、なかなか片付けられないですよ、うんうん、ね、ちょっと住んでるだけでも荷物がものすごくて、確かにね、だから毎回、うん、あの皆さん病むんですよ、うん、こうちょっと、もうやめたっていうか途中になっちゃう人もいるし、うん、まあ、やめるわけにはいかないんだけどね。そうですね、うん、でも秋田さんはそれを一人でこうね、はい、成し遂げて、今日油断してたらもう本当何もなかったからだって解体屋さんから一発 OK もらったじゃないですか。そうですね、うん、解体屋さんがちょっとびっくりされてますね、本当に一人でやったのとか言ってますもんねいつもはお願いするんですよ、これちょっと捨てきれないから、うん、あの解体屋さんちょっとあの同じ金額で持ってってくんないっていうふうに僕は今日ちょっと言わなきゃいけないんだなと思ってたら、すごいですね、一発 OK ですね見に行く必要なかったなみたいな、これなら大丈夫だねって言ってますもんね。そうですね、うん、でもまあ、うん、安心したし、うんうん、日々こう代表秋田さんの凄さに驚かされますね。いや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 、これからどんなまたねこうサプライズをこうされるのかっていうね。そうですね、うんうん、もうね、あのゲイさん私とこうもうご縁があった以上、あの、うん、人はもうどんどん増え、あ、仲間はね、で仲間が増えていくし、うんうん、もういい連鎖がね、うん、もうずっと起こり続けていくのねこれはもう自分がもう胸を張って保証する部分ではあるので、ありがとうございます、まあ、これからね、あのチーム、うん、ハートスペース、あ、違う違う、ハートメイクスペース、チームはチームだからねハートメイクスペースっていうこのね場所 で、お披露目会もね、そうそうそう、やらさせてもらいますし、はいはい、で僕ら住宅、その建てた住宅会社としてもね、うん、全面的にバックアップさせてもらいたいですし、うん、はい、楽しみでしょうがない楽しみでしかないです。楽しみしかないです。そう言っていただけるとね、もうわがまま三昧で大丈夫なのか、この金額でと思ってなのね。まあ、あの僕ら納得住宅工房、うん、あのもう本当こう適正価格っていうかね、あの本当にもう頑張ってます。はい、はい、あのみんなに喜んでもらいたいがためにやってるんですが、うんうん、今日は逆に超喜ばせ
ていただいて、はい、うん、なかなかね本当に普段見せることのない源さんを私たちは十分堪能できたので、あの子たちも見られちゃったよね。こういう表情、そうそう、うん、でほらあのゲイさんの 下の子たちはみんなまだ若いじゃないですか、うん、あの子たちがなんかこう、うん、いい刺激になってくれてるといいなと思ったんですよ。いやもう私と会うことでもうね本当お気遣いいただいて、今日も誕生日プレゼントいただいたりとかね、もう事務所内がヒャー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 みたいな、もう常に本当ね、あの楽しませていただいてありがとうございます。そんな中でもうそろそろお時間に早いですね。先ほどねあの遠くにいる林姉さんからもちょっとコメントいただいて、はい、ちょっとね応援をいただいてますんで、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。遠くね金沢の方にいるんですけどね。そうなんですね、はい、ありがたいですね、はい、僕らの仲間です。ありがたいですね、はい、ありがとうございます。はい、なのでまたちょっとねタイミング合わせてぜひもう一回また出ていただきたいな、はい、もう一回と言わずはい、ハートメイクスペースの進捗状況とかね、そうですね、お話ししていければと思います。ハートメイクスペースだけじゃないけどね。はい、そうですね、はい、そうですね。はい、はい、以上になります。はい、次の番組は、お、来た、お笑いヨガ塚ちゃんですね。はい、はい、楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。